YouTube はあなたが無料で広告できる最高の集客媒体になることをご存知ですか？そうなんです。無料でできる最高の広告媒体になるんです。すごい人ほど人を褒める、人を褒める努力をする。同じ努力をするなら人を褒める努力をする。成功者の特徴は他人と比較して自分が勝っているとか、自分の才能を伸ばすより人を褒める習慣があることです。あなたのそこがすごい、大したもんですね、偉いですね、感心しましたなど、人を褒める心の広さが大切です。神が与えてくれた最高の才能は人を褒めるという才能です。では今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。